はい、前の皆さん、こんにちは。アキボホークとアキラです。今日はね、あの動物園前、あの新世界というか、あの新世界の反対側の西成に来てんねんけれども、西成をね、ちょっとうろうろしとって、これね、あのなんていうの、アッキーさんとさっきまでどんどったんやけども、ちょっとね、面白いお店があるっていうことで、このね、串カツの銀次さん、ここここ、ちょっとね、この前がこんな感じやねんけれども、ちょっとさ、この立ち飲みのこの銀次さん、ちょっとここに行ってみよう。ということで、ここはね、何のお店やって聞いたら串カツ屋さんやねんて。これ、こんな格好のメニューがあります。これ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 、ほいで、飲み物がこんな感じでございます。ということでね、ここさ、今日なんていうの、あの西成をうろうろうろしてんやけど、西成、あの YouTube やってる人むちゃくちゃおるからもうこのね、まあ、皆さん大丈夫ですか、映ってこのね、みんないっぱいこの YouTube やってる人おるねあの皆さん、これ YouTube やってる方ですね。はい、ほんま、あの YouTuber の聖地かいうぐらいやな聖地ちょっとここで飲めんよ。ということで、やってきました、生ビールでございます。いっときましょう。ということで、隣にね、さっきの YouTuber の方いらっしゃるんで、一緒にちょっと乾杯しましょう。はい、うまいな。このさ、見てくれた、マカロニサラダ、これ190円らしいで、190円で、ほんまに大盛り入ってるから。あ、ありがとう。うん、助かります。うまい。この生ビールがあって、こういうちょっと何の、あのね、小口で出てくるとまた飲みやすいわ。うん、ええ感じ。うまいね、このマカロニサラダ190円、あのコスパ最強。うん、うまい。隣にこれ、ミュウミュウヒミツタラテ箱、鼻水出てますっていう、何の動画を上げてはるらしいわ、はい、あのまた見てあげてこれは分かる、とってもいかん、うまい。今見てもうた、この串カツ全部90円やから。ほいで、この特製のね、ソースにこうチャラッとこうつけるやんか。こんな感じでいっときましょう。これが牛でございます。こぼれたよね。帰りました。うん、帰ってたよ。じゃあ、うん、何やろ、さっぱりとした、このウスターソース、これでこの揚げたての串カツ、熱々でうまいわ。煮上げて煮上げて煮上げて、キスのやつやっぱりこのビールと串カツはよう合いますな。うまい。ということで、続きまして、この赤ウインナー、これをこうチャラッとソースにつけて、これこれいっときましょう。赤ウインナー2つあんね。うん、何やってんねん。やっぱりさ、でも牛肉の串カツはやや細めやん、90円やから。でも、赤ウインナー2本あるからね、食べ応えはある。これはほんまでも90円やからな、90円。まあ、高くはないでしょう。安いって言ったら安いと思うんやからな。まあ、いろんなお店あるからなんとも言わないけど、でも、西成、今日ほんまにね、いろいろ回ってんねんけども、いろんなお店って楽しいな、昼間から飲むって最高。これでビール、うまいね。ということで、最後のささみ、ささみをこうチャラッとソースにつけて、こんな感じでいっときましょう。うん、熱々、うまいわ。熱々のささみ、やっぱりさ、牛肉より、あの何だろう、ささみの方が食べ応えとか大きいから食べ応えある。どうしてもさ、牛肉はちょっとコストが高いから、ちょっとこう何ていうの、細いような格好になるけど、これはもうしゃあないな。牛肉はなぜ90円、90円の牛が最強。これでビール、そうなんですか、わざわざ牛なりに。はい、どうだ。ということで、
本日はこちらの立ち飲み銀次さんにお邪魔して食べて飲んでましたけどね、ほんまにここ YouTube やってはる方がめちゃめちゃ多いし、ここのおすすめ90円の串カツなんで、また激安の串カツ、それからお惣菜の190円、あれはうまかった。ということでフラッと立ち寄って食べて飲むには最適やと思いますね。また皆様お近くにお立ち寄り来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということで次回の動画もお楽しみに。さよなら。